残り少ない時間呼ばれました。早速のセットプレー素晴らしいゴールでした、はい、どのようなゴールでしたか。そうですね、まあ、もう残り限られた時間だったんで、まあ、自分の使命としてはまず無失点に抑えることと、まあ、セットプレーでチャンスがあれば1点狙おうと思ってたんで、まあ、そこで本当にいいボールが来たんで、いやもう本当ガックに感謝したいです。練習見ててもいつも上田選手に残りで最後まで残ってやられたと思います。今回の合宿どうでしたでしょうか。そうですね、なかなか、まあ、試合には出る時間が短かったですけど、まあ、有意義な時間を過ごせましたし、まあ、みんなとこうやって過ごせたことが自分の成長にもつながっていると思うので、まあ、この経験をまた次に生かしてまた呼ばれるように頑張りたいと思います。ヨーロッパに来たっていうのはもちろんロシアワールドカップの悔しさがあるからこそ、この今後もあれですね、吉田選手と富安選手と競争に渡りたいですね。そうですね、まあ、その2人が今出てますけど、まあ、日本には他にもたくさんのいい選手がいますし、まあ、そういった選手たちにも負けないように、まあ、日々精進していきたいと思います。ありがとうございました。